皆さんこんにちは、トミーです。沖縄のねステーキといえばステーキ88やジャッキーステーキがね有名ですけども、今回はですね沖縄県中部宜野湾市にあるマイハウスというお店に来ております。こちらのお店はですね巨大なジャンボステーキがね有名なお店なんですけども、早速ね注文してみたいと思います。ステーキお願いします。何グラムでしょう。400グラムで、はい、焼き方はレアでお願いします。1600円です、はい、ステーキにはハーフサイズもあります。ステーキ以外のメニューもありますけども、すべてボリューム満点です。こちらがステーキ400グラムになります。見てください、このね挑戦的な感じがね素晴らしいですよね。まあ、ご飯もね結構大盛りですし、サラダもねついています。さらにスープはねセルフサービスですけども、飲み放題ということになっています。では食べていきたいと思います。ステーキの上に乗っているのがバターとおろしニンニクになっています。まずですねバターをまんべんなくですねステーキの方に塗っていきます。おろしニンニクの方はですねそのまま、置いておくような感じの食べ方が僕の好みですね。で沖縄のねステーキというと A1 ソースをねかける方が多いと思うんですけど、僕の場合はですね胡椒と塩だけでですねステーキをね楽しんでいくというねスタイルで食べています。でこのようにですね塩はですねもうたっぷりかけるスタイルですね。もう思いっきり振ってますよね。本当に結構ね多めに振るった方がねやっぱり美味しい感じがするんですよね。まだ振るのかっていうぐらいね振ってると思うんですけど、ではですね下ごしらえができましたので、こちらのねものすごくね切れそうなナイフを使って400グラムのねステーキを食べていきたいと思います。こちらのステーキはしっかり下ごしらえされてますので、とてもねナイフが入りやすくて厚いんですけど、このようにきれいに切れます。で見てください、このレアのね赤身もきれいに出ていますし美味しそうですよね。では一口目、これね本当にぜひね皆さんに食べていただきたいんですけど、柔らかくてね美味しいんですよね本当に。さらにねちょっと塩味が足りなかったのか、さらにね塩をガシガシ振ってますけど、もうねここのステーキはね食べ物というよりかはね、飲み物にね近いようなね感覚があるんですよね。飲むように食べれるみたいな感じですよね。でこの食べ方見てください。僕はですねこの真ん中に乗っているおろしニンニクをですねちょっとねステーキの上に乗せて、醤油をね少し垂らして、ちょっとかかりすぎてますけど少しね本当は少し垂らして、このねニンニクと醤油で味変させて食べるという食べ方も、インターバルで入れながらね、これがまたむちゃくちゃね白いご飯にねよく合うんですよね。このご飯見てください。今回ねちょっとご飯少なめにしてくださいってお願いしたんですけど、全然減ってない感じがしますよね。これで少なめっていう感じなんですけど、このねご飯と塩とね胡椒を振ったステーキ肉がねよく合うんですよね。でインターバルでこんな感じでねサラダも食べながらですね、どんどんと食べるというかね、飲むようにステーキをね食べることができるぐらい、ここのお店のねお肉、美味しいんですよね。
はい、これでですねステーキとご飯とサラダの方をね完食しました。ここでね残しちゃう人も多いんですけど、残してはいけません。ここからねこのポテトとミックスベジタブルのこの付け合わせをねしっかりと食べていきたいと思います。まあ、このポテトに関しては、まあ、塩を振ったりとか A1 ソースとかお店のねオリジナルソースをねかけたりすると、まあ、味にねバリエーションが出てですね食べやすいと思います。ミックスベジタブルに関しては僕はね結構塩をね多めに振るとすごくね野菜の味がね際立って、ここもね味変して結構パクパク食べれると思いますので、ぜひ、ね、皆さん試してみていただければと思います。マイハウスは沖縄中部宜野湾市にあります。 Google マップへマイハウスと入力していただければですね、那覇市内から車で20分で到着いたします。当チャンネルでは沖縄の今をお届けする動画やライブ配信を行っていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。